我々の砦要塞なのだ。この北ゲートにはフリーカーとの戦いに備え軍需品を備蓄している。ライフル、グレネード、マシンガン、貴様ロケットランチャーもだ。キャップはどうした？キャップだ。このキャップを職場で被るんだ。日本語わかりますか？無視か。わかった。大佐、無視されました。はい、皆さんこんにちは、ピカです。 Days Gone、 やっていこう。よし、サラ、ここは危険地域じゃ。まあ入れたのは俺なんだがな。それでどこ行くの？道に沿って歩けばいい。そう遠くない。ここなんだ？ここ前回崖の上から見下ろしていた場所なのかな。お母さんが見たらなんて言うんだろう。こんな夜中に散歩なんて、しかも不良バイカーと。風邪ひくからセーター着なさいとか。だったらいいのに。というか俺たちのことは内緒にしないといけないんだろ。ビーコン、それは昔の話でしょ。悪かったわ。別に責めちゃいないさ。俺だって親父には言ってないしな。もう亡くなってるからでしょ。まあそうだけどな。それはいいとして、クラブの人たちには言ったの？シアトル出身の素敵な女性と付き合ってるって。ねぐらにしてるストリップクラブの子じゃなくてね。おい、ちょっと待てよ。ストリップクラブには住んでるわけじゃないぞ。確かに永久メンバーズカードは持ってるが、ねぐらにはしてない。それにクラブの奴らにはもう言ってあるぞ。え、本当に？まあな。そんなに驚くことか？サラの博士号がセクシーだってよ。嘘ね。ちょっとサラ待ってくれ、修行してくる。おい、サラ待って。いつもならもうとっくに寝てる時間よ。ああ知ってる。もう明日も早く起きなきゃいけないのに。そうか。仕事はどうなんだ？いつもその話はしたがらないし。大したことじゃない。ただプロジェクトの視察でニューヨークから上層部の人たちが来てて、施設のトップは何も説明せずに新しい設備を導入するし。ふん、つついたら出てくるもんだな。ごめんね。本当に大丈夫だから。でも連れ出してくれてありがとうね。ああもちろんだ。給料いいんだろうな、おい。まさか見せたかったのってこれ？なんだって？だってこれは大麻で、あれは灌漑システムでしょ？だったら大麻畑じゃない。ええ、本当だ。すごいな、大麻畑だ。真夜中にこんなところに連れ出して、クラブの違法な大麻畑に連れてきたってわけ？あ、そうだ、さすがだな。幸いについてアドバイスもらおうと思ったよ。サラは博士号を持った植物エキスパートだろ。もうディーコン。ああもう本当に見せたいのはこれじゃないでしょ。そういうことだ。当たり前だろ。この道の先だ。もう着く。待ってくれ。なんで毎回引っかかっちゃうんだろうな、私は。ね。軽く笑いながら密かに距離を置いてます。すごいねえ、あの月見てよ。あ、すごく綺麗。どの月だ？あともう少しで着くぞ。ねえ、想像したことある？あった。世界中で全ての明かりが同時に消えて、みんなが世界のありのままを見られたらって。
ありのままって薄気味悪い暗闇のことか。違う、月の光とか蛍とかよ。また引っかかっちゃった。いつもからかってばかりなんだから。いや、俺はいつでも真剣だぞ。嘘ばっかり。本当だ。ほら、それも嘘よ。前に私が一緒に住もうって言った時も冗談言ってはぐらかしたわよね。いや、冗談は言ってないぞ。聞こえないふりをしただけだ。全然違う。あの時の顔、見物だったわ。携帯で撮ったんだけど、どう？見る？勘弁してくれ。科学者だろ。論理的に話さないか？いいわ。私は同棲をしようって提案をしてみただけよ。一緒に過ごす時間が増えて次の段階に進めるって思ったから論理的でしょ。俺だってサラの家に歯ブラシを置いてる。ああ、そうだった。ずいぶん勇気を出したもんね。おい、あの歯ブラシ結構高かったんだぞ。ほら、またふざけて。百均じゃねえんだぜ。将来のことを話そうとするといつもはぐらかす。わかったよ。確かに話さないとな。今度ちゃんとしよう。でも今はちょっと忘れてくれ。見せたいものがある。いいか、ほら、これを店に連れてきたんだ。そうだ。すごく綺麗。来てよかったろ。うん、本当に。なあ、聞きたいことがあるんだ。何？ディーコン。俺と。あなたと。その俺と。いいってことか。条件は2つ。なんだ。まず結婚式でバイクと同じくらい嫁を大切にするとか言わないこと。バイクが泣いちまうな。もう。で、2つ目はずっと私と一緒にいること。ああ。ねえ、バイカーリングでプロポーズしたの？ああ、そうだな。でもしっかり受け取ったろ。かわいい。ちっちゃい牙で一生懸命チェーンに噛みついちゃって。ねえ、真の愛って意味なんだよ。犬のドクロだろ。そうそう。ねえ、この文字は何？なんだ、ラテン語は得意だろ。教えてよ。それはモリアル・インビクタス、意味は死ぬまで屈しない。へえ、いいわね。本物の指輪も買ってくれるんだよね。あ、これも素敵だけど。もちろん。ただそれはほら、俺のだからな。そう、渡すわけにはいかない。もっとシンプルなのがいいな。牙のないやつ。そうだな、わかった。俺は牙あるけどな。おいおいおい、ごめん。気にすんな。仕事よ、出ないと。ああ、もしもし。ああ、大丈夫、すぐ行くわ。え、じゃあ。問題か？わからない、来てって言われて行かなきゃ。今から行くのか、こんな時間なのに。本当にごめんなさい。今度埋め合わせするから。わかった、行こう。狼になれなかったじゃねえか。嫁の名前はベスだ。写真は持ってない。行くぞ。ベス？嘘ついたの？当たり前かもな。あ、何がだ？妻の写真を持ってないこと。なぜそう思うんだ？前はみんなスマートフォンで写真を撮ってた。スマートフォンが消えて写真も消えたわけだ。ああ、まあそういうことだな。妻の父は写真家だった。暗室を使う昔ながらだ。デジタルカメラを受け入れなかった。そのおかげで俺は写真を持ってた。俺も嫌いだった。携帯電話ってやつはな、みんな画面に釘付けになりながら歩き回ってたろ。俺は持たなかった。連絡はどうしてだった？
整備士の仕事をして自分の店を持ってたからな。店の固定電話を使ってた。随分と気合が入ってるな。大佐にとって士気を高めることが何より重要だ。ほらさっさと動けよ。これ以上早く行けないよ。早くしろ。士気を高めるね。兵役につけない者のために作業キャンプがある。あれは激励のつもりだ。そうか。来い、こっちだ。了解。あそこに並べ。幸運を祈る。何？首吊り台だぞ。あんたも捕まったの？残念。よう、あんた。また会ったな、セイントジョン。牧師の息子だろ。ヘイラ。頭大丈夫か？息子じゃないっつってんだろ。冗談だってろ。見つかったのか？あ？ほら、はぐれた女を探してたろ。いや。よし、アクセサリーや時計、そういったもん全部袋に入れろ。はい、はい、わかったよ。私は嫌だね。新入りは私物を持てない。どうせ盗まれるだけだ。あら、出せよ。はい、はい、盗まれるだけ。たく、ふざけてる。気をつけ。楽にしろ。お前たちは客ではない。ここにいるのは崇高なる使命を成し遂げる覚悟があるか見定めるためだ。私に返事をするときは名前を名乗れ。名字からだ。いいな？私は連れてこられただけ。名乗れ。アドキンス・クリスタルです。何人殺した？昔も含めて。質問に答えろ。クソくらい。ここにいる者は皆手を汚してきた。生きるため仕方なく。神はそれを理解している。そして許してくださる。だがこの女の中には悪魔が救っている。金玉刺してましたよ。囚人のタトゥーか。救いようのない人生を送ってきたのだろうな。みんないいか。この女のような悪党がいるから大いなる神は怒り、我々に天罰を下した。作業キャンプへ。ちょ、何すんだ。早く連れてけ。話せよ。行くぞ。誰の田舎者が全員死ね。ふざけんなよ。ふざけんな。私は話せってんだ。お前は、あ、テイラー、ウェイド。俺はその刑務所に入ったり人も殺したことないです。ずっと外にいたんだろう。はい、その銃は使えるから親父が狩りに連れてってくれて、クラマスフォールズの近くで。お前はどうだ。銃は使えるか。ピカオです。セントジョン、ディーコン、銃は使えます。ドリフターか。右腕を見せろ。うなってます。第十三岳師団、イラクか。アフガニスタン。名誉ある兵士だったか。嘘はつくな。名誉を持って一度従軍しました。思い出すたびにヘドが出る。何時嘘を吐くなかれ。いいだろう。右手を上げろ。真っ赤に燃えています。セントジョン、お前はこの合衆国の新憲法を支持し、
我々にあだなす全ての敵から守り、またその証人となり、一切の異議を唱えず全ての命令に従うことを誓うか。誓います。以上だ。ついてこい。クーリ隊が志願兵を連れてくるとは珍しい。相当な腕を持っているのだろうな。まあ外を生き抜いてきたので。フリーカーに対処できるか。はい、奴らのことならお任せください。それはいい。ここだ、医者を連れてくるから見てもらえ。分かった、早く連れてこい。ああ、早く連れてこい。脈拍は正常です。ひどい火傷だな、どうしたんだ。ああ、ストーブに当てちまってな。ストーブね。手当てしたのは俺だ。悪くない、いい腕だ。どうも。包帯は外すんじゃないぞ。分かったな。うん、ああ、分かったよ。じゃあ数日後にまた来てくれ。了解。どうだドック。問題ないです、健康だ。調達要員ですか。うん、すまんな、残念ながら先約があるんだ。また次にしてくれ。うん、なるほど。ウィザード島の魔女か。ああ、気の毒に。頑張れよ。行くぞ。何言ってんすか。通常であれば士官を魔女と呼ぶ愚行は許さないのだが、一握りの有能な士官は例外にしている。はい。例外にするのは全てのものに役割があるからだ。お前は神を信じるか。考えたことがありません。今こそ考えるべきだな。全ては神の配剤だ。私の役目はこれだ。おい、ついてこい。え？ああ、この場所だ。啓示を受けた。旧約聖書に出てくるような。どこ行った。壮大な光景を見たわけではないが、ある朝目覚め、神のもたらす災いが降り注ぐ前にここがそこだと分かったのだ。クレイターライク、いやウィザード島が。私はアーク、つまりはノアの箱舟と呼んでいる。はあ、その知ってます、多分誰でも。そうか、だが実際に聖書を読んだ者は驚くほど少ない。ノアの箱舟の話だったら、ああ、その創世記だったかと。その通りだ。ピカの笹舟はどうですか。僕作れますよ、笹舟。結構軽いっすよ。さて、次はミノリだな。わかりました。ああ、残念ながらここには大した制服はないんだが、そうだな、確か、ああ、これをかぶってみろ。サイズは合う。それはもらおう。いや、古い出汁からもらったもので。古い友か。それは今時貴重だな。そうですね。いいだろう。だがここでは被るな、そういう決まりだ。本来陣入りは兵卒から始めるんだが、今回クーリ隊がお前の仕事ぶりを高く評価していたからな、特別に校長から始めてもらう。おめでとう、校長。ありがとうございます。さて、早速仕事だ。さて、何の話だったか。アークの話の途中です、大佐。そう、アークだ。目に見えているのは一部に過ぎない。その裏には洞窟や風穴が頂上まで続き、全てがつながっている。
我々はそこを何千種類もの種子や植物、書籍などで満たそうと。ディフェンスうまいっすね、あなた。この計画が完成すれば、世界が滅びても医学や科学、技術の成果は残る。なるほど。だがこの島は箱舟だけではない。我々の砦、要塞なのだ。この北ゲートにはフリーカーとの戦いに備え軍需品を備蓄している。ライフル、グレネード、マシンガン、おいき様、ロケットランチャーもだ。キャップはどうした？キャップだ。このキャップを職場で被るんだ。日本語わかりますか？無視か。わかった。大佐、無視されました。ここでは機械の整備を行っている。バイクの修理が必要ならここに来るという。見ろ、ここでは九州軍の行為によってトラックなどの車両を製造している。敵の大軍をハイウェイから排除できたら道路や橋の再建設を始める。森を焼いてニュートやスウォーマーは止められたかもしれないが、ハイウェイの大軍に同じ手は使えないかと。分かっているとも、傍聴。大軍は他とは全く異なる生物のようだ。だが策はちゃんとある。策が？ベンジャミン・フランクリンが言った通り。この方に実況道具がありますけど、大佐、ピカです。ダメです。壊れています。軍の主戦力はここに駐留し、いつでも動ける。ここでは数百人が寝泊まりしている。お前のように命がけで戦うと誓った者ばかりだ。だが伍長には別の仕事がある。それは外で息抜き、銃を扱うよりも高い技能が必要だ。どうだ、やれるか？ここに立ってどれ。何を見てるんだ。はい、やってみます。馬鹿げてる。お前はあの女ばっか見やがって、本当に。お前何すんの？なんだよ、何背伸びばっかしてんだ、本当に。ストレッチはうちでしてこい、うちで。キャップもかぶらずに。ああ何？この左手のなんだこれ、輪っかが目に入らねえのかい。あ？うう、なんだ。なんだ。へへ。大佐、無視されました。おっと、なんだよ。どうした、少尉？ああ、大佐か。すみません。アセトンを入れすぎちゃって。ウィーバー少尉は化学エンジニアだ。研究しているのは派手な爆発、敵を倒す方法だ。ああ、そっち。俺はジェームズ・ウィーバー。ディーコン・セント・ジョンだ。俺の兵器はすごいぞ。でしょ、大佐。セント・ジョン伍長は空離隊に入った。外で必要なものがあれば頼むといい。助かるな。欲しいものだらけだ。何作ってるんだ？ナフテン酸とパルミチン酸を混ぜたゲルカ剤だ。ナパームを作ってるのか。おう。ナパームだと。ただの勘だ。邪魔したな。ああ、いつでも。あ、大佐。もう少しです。あと少し。そうか。いい知らせだ。次はどこへ？魔女のとこかな。それではな、少尉。
ナパームで一気に フリカを葬るつもりか。ええ、あいつら。さて、次で最後だ。ウィーバー少尉の仕事も優れているが、これから見せるものは必ずや我々の勝利の鍵となる。ここだ。これは一体何？何って、要求書に書いてあった物資です。これが柔軟剤に見える？何？いいえ。ラベルを読んでみなさい。有効成分クロフォルム。出てる。早く。あ、サラダ。マッシュ、こんなんじゃいつまで経っても物資が揃わないわ。心配ない。紹介しよう。これはディーコン・セント・ジョン。クーリの部隊に入った新人だ。外での調達には彼を使うといい。これ読んで。何？読むのよ。何言ってんのお前。字は読めるでしょ。有効成分クロロホルム、エーテルピネオール、ベンジルアルコール、酢酸。クロロホルムを使ってペロッといくんだ。それは任せよう。あとは頼んだぞ、少尉。二人にして。芝居なのか。サラ。止まりなさい。え？サラ、俺は。やめて。そんな。だって死んだはず。あの時あなたは、あなたは死んだのよ。サラ落ち着くんだ。死んだ。大丈夫だ。もういないの。俺はここにいる。何言ってんの。待って、ちょっとどうなってるの。あの時あんなに探したのに。あの時死んだと思ってた。違う、キャンプが襲われて。ブーザーと一緒に南に逃げたの。そう、ネロのオブライアンを見つけて、襲撃を受けて誰も逃げられなかったって。もう二度と、もう会えないと思ってた。会えないと思った。なあ、俺とここを出よう。好きなところに行くんだ。待って、ダメ。ディーコン、行けない。何言ってんだ。まさか無理強いされてるのか。違う、あなたは分かってない。これは戦争なの。私たちは必ず勝たなくちゃいけない。戦争なんかする気はない。私には知識がある、役に立てるの。だから一緒には行けない。ここにいないと。ねえ、あなたもここにいて私を助けて。あとで全部終わったらどこへでも行くから。大佐が呼んでるぞ。了解。待ちなさい。これが要求書。頼んだわ。何？なんかすんげえ展開。いやー、物語は、ストーリーは、本当にね、こう、もう、両芸に なる素質十分なのにね、本当にクソプログラマーのせいでね、どん底に落としてるんだよな。
両芸になる素質十分なのにさ、世界を取り戻すぞ。よかった、サラ生きてた。こちらセントジョン、いるか。ジョイ、聞こえるか。ウィーバーだ、何か用か。要求書に水銀って書いてあるんだが、どこで手に入るんだ。ああ、すまない、書いておけばよかったな。新車って鉱物から取れる。ダイヤモンドレイクの北に坑道があるから、そこに行って着いたら連絡してくれ。了解。そうだ、言っとくが、大佐がいないところでは少尉とか呼ぶのはやめてくれないか。堅苦しい。分かった。よし、なんかえらい、なんかえらい遠いとこにいるな。階段でも作っておいてくださいよ。ここでいいのか。ここ登っていくっていうことないよね。これ登ってんのかな。ああ、一応登ってんだ。いやー、ストーリーあれどうなるんだろう。ちょっとほんと気になる。すんげえ息切れしてっけど。セントジョン伍長か。はい。入れ。休憩中だ。このハーブティーはウィティカー少尉の手作りでな。お前もどうだ、消化にいいぞ。ああ、遠慮します。作業リストを探してただけで。伍長に任務がある。いいか、ある卑劣な集団を追跡してほしい。奴らはあの有能なジャスティン・ノウッド少尉を捕虜に取ったのだ。少尉を奪還するんですね。了解です、大佐。我々の力で世界を取り戻すぞ。下がれ。登ります。セントジョン伍長、任務だ。ダイヤモンドレイクまで来てくれ。俺だ。了解、できるだけ急いでいく。何が見える、お前には。ん、どこ見てんの、お前。敵は空から来るのか。常識、お前俺の頭を狙っていますか。敵は空からは来ん。空から来る前にどっから来るんじゃ。俺が敵ならば水を潜ってくるだろう。わかるか。それが兵法だ。そうだ、どこ行けばいいの。この下か。こっち行き止まりだな。おいおい、この下かよ。なんだこれ。
開かないな。ちょ、どっから登ってきたっけな、俺。こっちか。いやー大変だおい。スタミナが、ちょっと待ってね、スキルポイントって俺溜まってんのかな。2ポイントも溜まってるぞ。いつの間にじゃあ。これはいい。これも OK。で、スタミナの回復速度が劇的に上昇。これいこう。よし、これはヘルスカクテル使用時。あ、使用したことねえよ。まあ、うまいこと使用すればね、より、快適に戦えるんでしょうけど、ダメージを受けた際にスタミナがいくらか回復する。これね、クラフト素材、トラップ、投擲爆弾を持てる量が増加。これいこう。 OK。 これでだいぶ強くなったぞ、このディーコンも。スタミナ回復早くなるのかな。早速どんなもんか見てみよう。おうおう、早い。左下のバーのね、青色ですよね、スタミナね。ちょっと巻き戻して、見ていただければ速さわかると思います。これは確かに速い。これはいいぞ。よし、より先頭に生き残れる確率が増えたっちゅうこっちゃ。おお、キュッ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 と上がっていくね。これは絶輪だな。ビクンビクンだぜ。よし、こっちか。ちょっともうスタミナ急速回復したから、サラの顔見てこんといかんわ、これ。ちょっとビクンビクンだもん。だって収まりきらないっちゅうこっちゃ。あー、場所忘れた。サラいた場所忘れた。忘れた。この下か。この下にサラいたのか。ここか。なんだこの絵は。邪魔だ。おい、どこ行けばいいんだろう。おい、入ってくるんじゃないぞ。何？俺のことか。ああ、俺は郷長だ。ごちょごちょ言ったらぶっ飛ばすぞ、ほんとに。なんだよ。ちょっとお前背高いな。2センチ分けてくれねえか。おい。なんだよ、バカ野郎。なんだよ。なんだよ。怖いからやめてください。こっちか。行き止まりだ。階段降りてきたよね。どけ。郷長だ。何力んで開けてんのお前。あれ、あかん。なんかあいつ力んで開けて。お前、ここは制限区域だ。出て行け。何、俺か。お前か、さっから俺をキャピ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 止めてんのは。あ？お前の身分はなんだ。お前、横のバンダナ巻いてんのを手に
一本じゃねえか、お前。俺二本だよ、お前。俺の方偉いんだよ。お前、バカ野郎、お前。誰に口を聞いてるんだ、お前。ここだ、ここだよな。どこだ、箱か？アコ池ってことかな。話聞いてなかったからね、どこ行けばいいかわかんねえんだよね。まあ、とりあえずあの方向に行ってみましょう。おい、あんた、ここは制限区域だ。あ、なにや、あいつか。おい、サラここだったっけ。まあいいわ、行こう。あ、バイク乗れるぞ。ということはバイク乗って行けってことか。おい、五丁だ。五丁セバスチャン、ディーコンだ。ちょっと待ってね。これ、印ついてねえからな、わかんなかったのか。クーリと話す。セイントちゃん、五丁、音を追ってな。聞こえるか？道、この上だ。もしかしてこれ、やべ、うん、いでで、段差がひどい。これは段差がひどいぞ。なんだ。なんだ。ディーコンセイントジョン。別に何ってわけじゃないが。頭大丈夫かもね。バカ野郎。先生の時だけか。五丁に向かって、本当に。忙しいんだ。何言ってんの。そっちは何やらされてんだ。あ、俺なんかさ、歩兵部隊みてえのに入れられちまってよ。一日中巣を焼いたり、木を切ったりとか。ああ、悪い。そっちは。調査だ。外に行って士官の研究に必要な物資を調達してる。ああ、なんか聞いたことあるぜ。それってあれだろ、生物兵器とか化学兵器なんたら。フリーガーをぶちのめすやつだ。ああ、それもう行かねえと。ああ、そうか。いや、そのなんか俺向いてないんじゃないかって思ってよ。軍隊とか。やべ、なんか来てる。テイラー、大丈夫か？俺、盗聴されてないよな。あ、しまった。そんなことだと思った。またな。おい、大丈夫か、ここ。セイント・ジョン五丁。うるせえ。お前、今来ただろ、お前。何の用だ。おいたか。ああ、やっとこれの使い方わかった。直通チャンネルってのを使ってんだ。で、元気か？テイラー、うるせえ。今ちょっと忙しいんだ。ああ、そうだよな、悪かった。ああ、ところで、大佐の目をかいくぐってキャンプに薬が入り込んでるって噂があるんだよね。これはいいぜ。なんだ、それについて何か知ってっか？俺は薬はやらない。なんでそんなことを知りたいんだ？ああ、いや別に。俺だってそりゃやらねえけどよ。たまたま新入りで怪しい奴がいてな。そいつキャンプをこっそり出たり入ったりしてっからよ。何してんだと思ってさ。ったく、よく聞け。クーリに伝えて対処してもらえ。いいな。ああ、そうか。ああ、それは確かにいい考えだな。じゃあまた後で連絡するからな。おい、取れねえぞ。だが、あいつ大丈夫か？大丈夫か。これ取れねえぞ。またクソゲー出てきたか。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き。そういうこっちゃ。政府なんて税金にむしゃぶりつく赤ん坊みたいなもんだった。そうだ。だが無能でも見くびっちゃならねえ。オイラ型連中はどこかのシェルターに姿を隠して、見くびってもらっては困る。フリーカーが死に絶えるのか。おい、うんこ食うな、お前。政府は大事な有権者を救わなかった。バカモン。なぜそんな奴らが権力を握ってる。世の中を動かすエリート連中を救ったからだ。
奴らは地下でシャンパンを飲みながら待ってる。俺たちがもがき苦しみ死にたい。国がリセットされるのをな。一つ交差に奴らが思うほど俺たちはバカじゃないんだ。陛下が死にたい。奴らがまた地上に出てくるの俺たちは待ち構えている。そうだ、のこのこ出てきたことを奴らに後悔させてやるんだ。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。おいおい、ここまで来てもまだラジオフリーオレゴンから逃げられないってのかよ。すごいやっちゃ。あじゃあじゃ、あ、取ってこい。金になる。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。回復するぜ。